はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPayがついにヤフオク、ヤフーショッピングでも決済可能に売上金もチャージ対応ということでお伝えをしていこうと思います。はい、ということで今回は PayPay がオンライン決済がついに可能となるんですけども、まずそもそもいつからということなんですが、こちら2019年の6月3日からに関してはヤフーショッピング、そしてヤフオクということですね。そして2019年の6月の18日からロハコが一応開始される予定となっております。で、今回の特徴なんですけども、オンライン決済時に PayPay ボーナスを付与するだけではなく、PayPay 残高と T ポイントや Yahoo! ウォレットに登録しているクレジットカードを組み合わせて支払いができるようになるということですね。これはちょっとお得ではないかなと思います。ちなみにヤフオクにおいては6月3日より売上金、いわゆるそのヤフオクに出品した商品が売れた際の代金というのを PayPay にチャージが可能になるということですね。なので毎回こう PayPay にチャージする手間も省けるので、まあこちらは結構便利なのではないのかなと思います。今回の注意点なんですが、PayPay ボーナスの有効期限は残高が変動した日から2年間ということですね。まあこれは変わりはないかなと思います。あとはPayPayによるオンライン決済は20回に1回の確率で最大1000円相当のPayPayボーナスが付与されるというPayPayチャンスの、なんとこれの対象外となります。で、これは6月1日以降実施されるということなので、このお二つだけ注意点ということですね。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。 PayPay がオンライン決済で使えるということですね。まだまだこうリアル店舗以外ネットでも普及していくとなると、かなり幅は広いのかなと思いますね。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。